誰からだ。これブルーミーさん。ブルーミー、これ、え、待って待って、これどっち上に上げるのはどんな、あの、こっち間にホイールがあるんで、これから上げます。ブルーミーね。5月28日、開店110日目、110日目、ひふみずば、順調に開店しましたけど、SE の準備が間に合わなかった。なんか画面が開かない。やーっと、ひふみずば、オープンですー。うん、なんか。してから、本日の三口さんは、ブルーミーさんです。いらっしゃいませ、おめでとうございます。ご苦労。ボタン大丈夫ね。はい、OK、ちょっとしばらくお願いします。はい、料金徴収してます。待ってよ。あ、これか。うわ、今日、やべえ。やばい。皆さん、こんばんは、いらっしゃいませ。ひふみずばオープンしました。はい。発注がずれてるな。ブルーミさんいらっしゃい、ダンサーズさんいらっしゃい、違うな、マイケル・ジョーダンいらっしゃい、あやなりさんいらっしゃい、ジオンさんいらっしゃい、カズニいらっしゃい、カンプチさんいらっしゃいませ。さあ、今日はツイキャスの8ですよ。テーマなし、フリートーク、頑張っていきましょう。あ、このマスク似合ってんな。うん。このマスク似合ってんぞ。じゃんじゃん。皆さん何してますか。でラジオ聞いてんだよね。沖縄のチュールさんいらっしゃいませ。ブルーミーさん。こっちで喋るか。今日ちょっと準備が遅れてるんですよ。マイケル・ジョーダンさん、バンチャー、こんばんは、お邪魔して、今夜は腹筋ローラーしながら2時間放送ですか。腹筋ローラー2時間は無理です。アイナルさん、毎度、こんばんは、カズディさん、カンペさん、おばんです。キャンさん、こんばんは、ツイキャスメイト。ハチミツイカさんもいらっしゃいませ。しゃべります。できる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 。なんかちょっとごちゃごちゃしてんな。西町では牛乳ごっくんちょ、久茂地ではいい人キャラ、小湾ではヌーガラっぽいぽい、でもはるか昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きのおじさんが昔撮った絹塚、
リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオにオープンした仮想のバー、ひふみずバー、オープンです。はい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 はラジオを聴きのあなたが常連客、私がマスターとなって、VIP ルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや、常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。早いでしょ。ゆっくり言いましょうね。数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。次にツイキャス、お持ちのツイッターアカウントでツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。また FM 宜野湾では YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております。 FM 宜野湾のホームページからも入店できます。してからにサイマル放送でもやってます。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方は FM 宜野湾のホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。この放送は読谷で愛されて約10年、読谷村地域振興センター3階で緊急事態宣言解除でも慎重に営業をしております。つけ麺屋8連、フリージアの花、時の帰り道、ラブソウル、次々とオリジナル曲を配信中の福田康之さんを応援する居酒屋島名、修理はもちろんオーダーメイドのフルカスタムまで、車の板金のことならトーマ板金塗装、緊急事態宣言を受けてスタッフ全員一丸となって新装開店しました。全財の富士屋、通常営業できる喜びをかみしめつつ、美味しいつけ麺を食べれる幸せをお届けしております。麺どころ夢の屋、そしてこちらも絶賛通常営業展開中。新鮮な魚介類から焼き物、揚げ物、サラダにご飯物まで、何を注文しても無るあたり、居酒屋わわ。現在ご家族の中に要介護の方はいませんか？住宅復帰を目指す入所施設、介護老人保健施設、シルバーピア式な、やっと緊急事態宣言が解消された神奈川でこれからパチナ営業するぞと行きたいところですが、まだ準備が整ってないそうです。ギャラリーが今月中旬オープンがめど、ゲストハウスが10月頃のオープンのめどです。ひふみゆずバーの横浜支店アートバブ146、こちらも今週から通常営業中。おすすめ料理はどれもこれもです。リビング&デイニング日の出、新型コロナウイルスの余波でお昼はお弁当も始めました。節子鮮魚店、1日平均70種類のパンとケーキ、それに焼き菓子もあります。ブーランジェリーパティスリー今井パン、体調の体の不調は骨の歪みから、 HSTI 骨格調整度月の2は YouTube チャンネル登録もお願いします。こんな時期だからこそ、お一人様でも女性でも誰もが気軽にご来店できるお店作りを意識して今も空いてます。やっぱりステーキマカビ店、ドイツを代表する世界有数のプレミアム家電ブランドミーレ沖縄総代理店として、ミーレ製品の魅力を多くの皆様にお伝えもしております。
IMI コーポレーション、新型コロナウイルスに乗っかって作った 手作りマスクが大反響、大人のアミカジショップブルーファーストスター、以上各社の提供でお送りいたします。ということで、皮膚水場は皆さんのメール、そしてツイキャスのコメント、それとこのスポンサー様の方々のおかげでオープニングというか、営業できてます。今夜もよろしくお願いいたします。まずは皮膚水チョイス1曲いきましょうか。今夜の皮膚水チョイスはエンディングで使ってる、フラジャイルも皆さんご存知の曲あると思いますが、今日ですね、僕の大好きなスティングの曲から、スティング尽くしでいきますよ。あ、違うプレイリストを開いている。皮膚水バーのプレイリストを開き直しますよ。今日の1曲目はスティングで、何からいきましょう。やっぱりこれだな、なかなか聴かない曲です。聴いてください、ルシアンズ。オッケー、そう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 、今日やけに喉が渇くぜ。腹筋ローラーしすぎた。あれテイク1なんですけど、テイク2テイク3まで撮ったけど保存で、できてなくて動画がちゃんと うまくいってませんでした。はあ、ああ水がうまいね。皆さん水分取ってますか。最近あの皮膚水場で追客で来るいらっしゃる皆さん、あの飲み物の注文しないんですけど、何々くださいというコメントもツイキャスの方であったらまたちょっと盛り上がるかなと思ってますよ。よろしくお願いしますよ。これもかかってんの、こっちは再生してない、始まってんの、こっちで止めるのか。よし、さあ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 、トランチさん久しぶりでいらっしゃいませ。しんちゃんいらっしゃい、ゆみさんいらっしゃい、むさしさんいらっしゃい。暑いですよね、暑いよ。ニュース速報で那覇の喫茶店の事件があって、テレビ見たら、あと通ったら警察が入られてて、警察の竹入れて物々しい雰囲気だったけど、犯人が早く検挙できてよかったです。物騒な中で怖いですね。確かにな、あれ怖かったね、やばい。うん、そう、あ、嘘、月曜の今週月曜日、くもじゅんの番組アップの9時前のもぐもぐタイムで、今井パンさんのミニクロワッサンだったかな、紹介されてました。ミスザーの石田純之介、めっちゃもぐもぐしてましたね。あの番組のあの時間、デイジンチキ、死にお腹すく時間なんだよな、あの時間。今井パンさん、おいしいよ。定番じゃないけど、僕が好きなのは、あれ、ソフトフランスパンね、10センチ。12センチぐらいのソフトフランスパンの真ん中に厚切りのアグーのベーコン、厚切りアグーベーコン乗っけて焼いてるのがあるんですけど、超うまいっす。あれ誰でも、まあ、食事にもいいしね、あれつまみにも最高なんですよ。デージューシー。そう、ブルミさん、喫茶店の事件は出頭って、あれ家族が連れ添って一緒に警察に出頭したそうですよ。亡くなった方のご冥福をお祈りいたします。うん、残念ですね。さあ、皮膚水は元気よくいきますよ。今日マスク見て、そらしろさんから来たんです。皆さん
お届けしたのはスティングで、ルシアンでした。お届けしているのはひふみずばでございます。さあ今日のひふみずばはツイキャスナイトと、その前にですよ、言うの忘れてた、先週のひふみずばちょっと振り返りましょうか。先週は、先々週、ひふみずばの前の番組、前の番組夕方6時から毎週木曜日に放送している、沖縄部活性という番組のゲストに来てたアンナさんという方ですね。ウィーンのあの大学に留学してる彼女なんでしょ、東京出身でね、ご両親が沖縄に家を買って住んでるということで、このコロナ新型コロナウイルス の期間中、避難ということでウィーンから沖縄に来てたそうです、来ているそうです。でその間にちょっとその実はその彼女がカメラマンもしながら、後から聞いたらなんか本も出してたりするらしくて、そう、それでそれでインスタとかツイッターのフォロワーさんが7000人オーバーいるらしいんですよ。でその彼女がそのひふみずばで番組やってみるかっていう話したら、ぜひ番組やりたいということだったので、そのまんま初めてのリスナーさんが番組をやるという形で、はい、やりました。ひふみずばではように番組やりたい、ラジオ番組、皆さん今ツイキャスで、いつもツイキャスでいらっしゃる皆さん、僕のラジオリスナー仲間はみんなラジオが好きでリスナーとしてラジオに関わってますけども、どうです、皆さん自分で番組やってみたいと思いません？ただ番組やるのってお金かかるんですよね。ただでできないので、僕もこの番組やるまで時間かかったんですけども、今ありがたいことに先ほど提供クレジットでご紹介したスポンサー様15社今ひふみずばにのスポンサーさんがいるので、なんとか番組がさせていただけて、なんとかというか、はい、なんとかではないんですね。皆さんのおかげで番組が継続させてもらってます。ただ普通の方がやろうとするとやっぱり実費なんていうの、ポケットマネーから番組料を払ってからやるっていうのはちょっと大変なので、試しに番組やりたいっていう方がいたら僕に DM ください。番組内容もう大体もう僕の番組の中でやろうというんだから、大体ふざけた番組は全然構わないんですけども、はい、募集してますので、そんな感じで先週はそのアンナさんが、自身のツイッターとかの、フォロワーさんのお悩みを解決するということで、お悩み解決でやっていただきました。結構ね若いんですよ彼女、25なのにね、パパパ的確な言葉コメント、その判断でそのアドバイスしたり、その相談者さんの気持ちに添えるようなコメントっていうのができるっていうのは素晴らしいなと思って、年やっぱり人間って年じゃないんだなと思いますよ。それなりに経験してると、まあだってウィーンに行くのもなんていうんですかね、こっちの大学で勉強するよりもお金がなかったから探したら違う、安かったっていうことで、年間2000円とか、半期かな、2000円が学あの勉勉なんていうの大学の授業料が2000円だそうですよ、日本円にして。すごくないですか。でそういうのって情報をどうやって集めるかっていうのもやっぱり本人の力だし、そう言って切り開いて生きてるっていうのもまた素晴らしいなと思いました。でそんな感じで先週お悩み番組やりましたけど、そもそもひふみずばもですよ、お悩み解決番組ということでスタートしたんですけどね、最近お悩みがないな皆さん、さっき言ったみたいに番組やりたいという人も募集してますし、あとひふみずばでお悩みをちょっと解決して、ちょっと悩みがお悩みがあるという方、またメールなり DM なりください。また取り上げています。で今考えているお悩みが、前にね、誰だったかな、ツイキャスでコメントがあったんですよ、こういうのテーマどうですかって言ったんですけど、沖縄移住、内地のリスナーの皆さんどうです、沖縄に移住したいってちょっと真剣に考えている方もいらっしゃると思います。ただ現実的に
どうやってやるのかわからなかったり、実際に県外に住むっていうのはね、よっぽどのことじゃないとできないので、なかなか頭でイメージしててもできなかったりすることのところもあると思いますが、中には新規一点いろんなことを解決しながら沖縄に移住してこっちに住んでるよという方もいますので、そういった方からのアドバイスも受けながら、その沖縄移住の会話の話もテーマとして今後やっていきたいなと思ってます。その時に必要なのは不動産屋の人がゲストに呼べたらなって考えたりするので、その辺もね、ゆくゆくはテーマに上げていきたいなと思ってますよ。はい。で、この新型コロナウイルスで、ゲストさんで予定していた方々がことごとく皆さん今回の制限自粛の方で、自粛制限、行動制限、自粛生活をということで、皆さんに全部一旦白紙になっております。ただ今だもう明けたから解除になったから大丈夫かというわけでもいかないので、もう少し様子を見て僕の方からまた再度ゲストさんのアプローチして、アポ取ってオファーしてこっちに呼べるような形になったらいいなと思ってます。で、FM 宜野湾自体は、6月からギャラリーさんも開放すると言ってるので、来週の放送からね、もしひふみずばギャラリーで見たいなって方は全然来てもいいです。で、今日まではちょっとあれですけど、ひふみずばギャラリーさん中に入れますので、でツイキャスの方には声だけ顔を映さない形でやっていこう、やって放送も参加してもらっていけては構わないので、そういった形でもやりますので、ぜひ皆さんラジオを楽しんで、素人がやってるラジオだからできることっていっぱいあるんですよ。なので皆さんもそのちょっと遊びに行く感覚で来てもらったらなと思いますよ。さあ、そういったことでちょっとひふみずばちょっと話長くなりましたが、オープニングトークしました。で、ここでちょっと一つね、インフォメーションを一つ読ませていただきます。真面目なのでちょっと音も下げます。 BGM なしでいきましょうね。沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局からのお知らせです。沖縄県警察安心 U メールより行方不明者の情報がありました。皆様の捜索のご協力よろしくお願いいたします。本年、5月28日木曜日、今日の、午前5時ですね、今日の朝5時頃ですね、午前5時頃、宜野湾市宜野湾、居住の90歳の男性が自宅を出たまま行方が分からなくなっています。行方不明者の特徴が、年齢90歳の男性ですね、身長155センチくらい、中肉、短髪白髪混じりだそうです。上着は不明、紺色のスラックス、黒色の革靴、灰色のハット帽を着用だそうです。発見した際は宜野湾警察署098-898-0110まで連絡をお願いいたします。沖縄県認知症行方不明者家族の会からのお知らせでした。沖縄県認知症家族の会の失礼しました。沖縄県認知症不明者家族の会の電話番号が、098-936-6868、098-936-6868です。この行方不明者の方に似通った方がいるなという方、思い当たる方は、警察の方か、沖縄県認知症行方不明者家族の会までご連絡お願いいたします。はい、以上です。最近この行方不明者の情報とかも結構やっぱり日々よく耳にするので、家族高齢化社会になってね、なかなかね、目の届かなかったり気がついたりいなくなったりとかもありますので、皆さんで知らない方いたら声かけましょうね。普段から道歩いてて挨拶してますか皆さん。僕は団地の自治会長やったこともあってですね、声かけっていうのは普段から、今最近やらなくなってるんですけど、前もずっと積極的にやってました。ただ今積極的にやらなくても普通に人とは挨拶しますね、知らない人でもこんにちはって。で、そうやって声かけを普段からやってると、知らないお父さんとか、例えばちょっと認知症の方ってちょっと挨拶してもこの人誰だみたいな感じでちょっと戸惑ったりする雰囲気が感じるんですよ。
自分の団地とか住んでる地域で見たことないお父さんとか知らない人、まあまあ見たことない人だからこの辺の人じゃないってわけで、僕が知らない人たちいっぱいいますから、声かけてちょっとあの困ってるような感じだったら、お父さんどこ行くのって声かけたりしますね。あのそれでちょっと返事に困ったり、自分が今どこにいるかわからないとかって話になったりすると警察呼んだりっていうのも、一度ありました。はい。なので普段から声かけて大事ですよ。で集合住宅なので団地で、あの知らない人に声かけるっていうのも防犯対策になりますのでね、皆さん声かけしちゃっていきましょう。さあそんなこんな話してますが、ひふみずば今日はですよ、ツイキャスナイトということで、テーマなし、メール送ってきても読みません。今メール一通来てるんですけど、カーフボーイさん、あの YouTube が探せないということで、どんなやっていいのって言ってる人に、今この僕の声は届いてないんです。 YouTube 見れてないってことはね、彼は宜野湾のこの電波が届く範囲に住んでないので、今僕にこのメールを送っても僕は放送中に今久高周りからツイッターが DM 来た。はい、いいですよ。なんだっけ、そう、声かけられるのは後でもうアーカイブで案内します。ということで、ひふみずば始めていきますよ。今日のツイキャスの三口さんが長くお待たせしました。ツイキャスの皆様、ツイキャスの皆様、本日三口さんがブルーミンさんです。いらっしゃいませ。こんばんはと来てます。いらっしゃいません。番組始まってもう25分チャーシャブリ、ちょっとマイク打ちましょう。ひふみずばでは入り口といって、最初に来たお客様をあのおめでとうございますとお祝いしてます。ブルミさんいらっしゃいませ、こんばんは。名古屋ダンサーズさん、こんばんは。マイケル・ジョーダンですと来てます。ダンサーズさんいらっしゃいます。アイナルさん、バンチャーと来てますね。今日はなかなかハイエスタートですよ。いらっしゃいませ。ジオンさん、こんばんは。お邪魔します。今宵は腹筋ローラーしながら2時間放送ですかってやるわけないさ。今日ひふみずばのその告知のツイッターで夕方ね、あの営業所、牛乳屋の営業所で腹筋ローラーしながらあの撮ったんですよ。であれ実は、ツイッターに載せたのは、腹筋ローラーしながらあの番宣できるかなって試しに撮ったらできたんで、あできた、これ使おうかなと思った。あ違う、車にこの衣装があるっつって、いつもあの今日アップしたのは T シャツだったんですけど、マスターの格好に着替えてあの後2テイク2回撮ったんですよ。2回撮り直したんですけど、それが保存できてなくて、営業してた後着替えて普通着替え戻してこっちに宜野湾に来る途中で確認したら映像がなくてですよ、もう仕方なく最初のテイク使ったんですけど、今度またもう一回撮り直しますね。ということで2時間放送腹筋ローラーはできません。チーンがない、あっちだ、あとでやる。それからアイナルさん、毎度と来てますね。鶴ヶ島のカズミさんも来てます。こんばんは、いらっしゃいませ。カンパチさん、おばんです。カンパチさんもちょっと久しぶりかな。沖縄にワンチュールさん、ちょっと出遅れた汗。マスターキャンさん、こんばんは。今夜はツイキャスナイトですね。今夜もお邪魔してます。はい、いらっしゃいませ。来てください。こんばんは。って来てます。ナルトラさんもいらっしゃいませ。ナルトラさんのところ。先週、昨日やって、先週もか。フリムラジオ、来週からって、6月からの予定だったら2週早く始まっちゃったね。ね。僕聞いてないようだったんですよ。まあ、聞いてないからなんだって話なんですけど、僕が書いてある日記にテーマを挙げられなかった。フェイスブック前日確認してれば分かってたことなんですけど、はい、すみません。またあのテーマ上げていきましょうね。お手伝いします。アイナルさん、風呂上がり、あら、セクシーだわ。風呂上がり、暑くない？沖縄、もう本当に今日はムシムシ暑かった。はちみつ一家さん、こんばんはと来てます。いらっしゃいます。今日もね、はちみつ一家さん、ラジオ沖縄で万年メール採用されてましたよ。おめでとうございます。ジオンさん、今宵は勉強しながら番組聞いてますよ。あ、何の勉強してるんですか？よかったら教えてください。なんか四角かな、いいね。アイナルさん、パチパチしてます。はい、パチパチ。アイナルさん、今日は喋りが滑らか。あ、そうですか。あの、実は、今、イヤホンしてますけど、これ外すとね、イヤモニない方が、この、とっても自分の地声が聞こえるので、話しやすいんですよ。そう。で、あの、先週、あ、そう。皆さんに、ここで、あ、いや、後で話そう。そう。この方が喋りやすいです。あの多分これで、あ、待って、あ、なんか触った。なんかこれ。消えた。マジ。今日ね、なんか勝手が違うんだよね、いつもと。ブルーミーさん、ツイキャスナイトと来てますね。はい、次、北海道トランプさん、久しぶり。
ひふみマスター、お久しぶりです。こんばんは。コーヒー焼酎いただいてます。トランスさん、コーヒー割りかな、焼酎の。美味しいな。ぜひブラックで飲んでください。甘みはね、泡盛から出るのでね。離島とか甘いコーヒーで泡盛のコーヒー割りすると、泡盛の甘さが感じられなくなるので。で、なるべく濃いめで作ってください、泡盛をね。よろしくお願いします。あと3コインもらえたら、30分延長できます。あと10秒で切れそうです。皆さん、コインお願いします。しんちゃん、コンビニはって来てます。わざとかな？間違った？こんばんはですよ。いらっしゃいませ。ゆうみさん、いらっしゃい。ジオさん、コインありがとう。あと2コイン。延長できたか？あ、つながってますね。大丈夫そうだ。一発、ゆうみさん、こんばんはいらっしゃいませ。あ、皆さんのあれが来てる。ありがとうございます。コインありがとうございます。ゆうみさん、ジオさん、コインありがとう。延長確定しました。あやなりさんもありがとうございます。ゆみさん、こんばんはとコメントも来てますね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。さあ、あやなりさんも、あ、もうコインいっぱい来た。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ツイキャスって30分で切れるんですよ。で、視聴している皆さんが、コインを送ると、このコインが5枚かな？ 5 枚か、5枚か貯まると、コインいただけると、30分で延長ができるので。そんな感じで、自宅からツイキャス個人で配信してる人で十何時間放送してる人いましたよ。すごい、あれたち相当暇人だ。あやなさん、暑いですよね。暑いんですよ。とその前に武蔵さんいらっしゃいます。いらっしゃいませ。マスターキャンさん、こんばんは。生放送お疲れ様です。はい、お疲れ様です。先日ニュース速報で那覇の喫茶店で事件があって、テレビを見たら、テレビ見た後通ったら規制線が張られていて、警察官がたくさんいて、物々しい雰囲気だったけど、犯人が早く検挙できてよかったけど、物騒な世の中で怖いですね。確かに怖いね。そう。で、それに対してブルーミーさんが、喫茶店の事件を出頭って聞いたような、そうそうそう。これ武蔵さん検挙って言ってますが、実は、なんか家族の方に、その、犯人が、相談されたらしくて、自分がやったけどっていうことで話した家族の方が付き添って、一緒に警察に出頭して自首したという形になってます。ただ自首しようか何しようか、人傷つけて財産奪って自分のためにお金ないからってやっていいわけでもないし、ましてやね、宜野湾在住の女性従業員の方もお亡くになられたのでですね、本当にご冥福をお祈りいたします。で、その辺はしっかりと、つぶつぶな形で、やってもらいたいなと思いますね。本当に悲しいよ。本当家族と自分の家族がね、誰かに殺されたっていうのを考えるのもつらいね。皆さん安全に行きましょう。楽しいことつらいだから、周りにね、こうやってね、ちょっと経済的に苦しい友達いたらね、助けてあげられる、まあ、お金渡すことはできなくにしても相談乗ったりとか、気持ちに余裕がそんな切羽詰まるような精神状態にならない、なる前に皆さんで声かけ、やっぱり声かけ大事だね。こんにちはとかね、友達に久しぶり元気とかね、みんなで声かけ合って生きていきましょうよ。こんな世の中で本当に大事ですよ、ね。沖縄日本チュールさん、今週月曜日、くもじのアップで、もぐもぐタイムで、今一般さんのミニコロマスさんが紹介されてましたね。みそずあなに、しゅりのすけさん、めっちゃもぐもぐしてましたね。美味しいんですよ。うちのスポンサーの今一般さん。さっきも定期クレジット読みましたけど、約1日70種類。マジで。店に混じってみてください。超狭いですよ。FM ギノワンの売り場はね、このスタジオの3分の1ぐらいしかないんじゃないかな。ところ狭しとパンが並んでる。で、実はパンパン行ってますけど、奥さんはパティシエで、洋菓子作ってるんです。で、ケーキもあるし、そう、ケーキもあるし、あと焼き菓子とかクッキーとかも、いろんなのがあります。ぜひ皆さん行ってください。あっちでね、オリーブオイルって言うの。オリーブオイル今度買おうと思ってます。オリーブオイルもちょっとなかなかスーパーとかで売ってないやつですよ。ぜひ皆さん、今一番よろしくお願いします。さあ、シュプリームさん来てます。マスター、謎足さん、追客の皆さん、こんばんは。ゴムベルト、グスクマです。これ、シュプリームさん、前回もゴムベルト、シュルも使ってる。そろそろ新しい人に変えて。よろしくお願いします。アイダルさん、喋るもうまいし、すごい子ですね。これ誰の話してるの？ああ、選手のか。アンナちゃんね。そうそうそう。すごいんですよ。
そうだったんだ、あの大学生の話ね、すごいよあの子は。うん、また何かの何か縁があれば番組に遊びに来てもらえたらなと思って、ツイキャス見てたらでコメントしてくれたらいいなと思うんですけどね。アイナさんありがとうございました。アイナリさん、アイアナリさんもありがとう。静かなサリー1300さんこんばんはと来てます。いらっしゃいませ、いらっしゃい、いらっしゃい。アイナリさんもうしちゃった、沖縄です。これはさっきの移住の件ね。アイナリさんも移住組です。やってください。でブルーミーさん、いつかやってみてえなって、これ番組でしょ。どんな番組やりたい、ブルーミーさん。カメラの話、今度キャンさんが新しい番組始めますよ。このさっき言った沖縄部活生の中田里君と毎週金曜日の夜10時からですから、カメラの番組やるって。カメラ好きな人ちょっと要チェックですよ。で武蔵さん、やった、来月からめっちゃ楽しみ、ギャラリー解禁、ああもうぜひ来てくださいよ。僕のところは大丈夫です。他の若い女の子がいっぱいの番組にお土産いっぱい持ってきてください。武蔵さんね、必ずお菓子買ってきてくれるんですよ。優しい、とってもデジー人。あやなりさん、同じマンションの人を挨拶しても返してくれないの。あ、いいんですよ、返さなくて。挨拶ってね、帰ってくるのを機会で期待したらダメですよ。声かけることであっちに印象つけるんです。私はここにいますよと。でたまに声かけなかった、なんていうの、気分が乗らなくて挨拶しきれなかった時とか、逆にあっちが声かけたりするかもしれない。したらね、なんかね、またね、そこでつながりが生まれて絆になっていったら素晴らしいな、ね。まだ見てない、これ何の話だ、この流れで何の話とか覚えてない。そっか、まだ見てないのか。国原さん来てます、いらっしゃいませ、こんばんは、久しぶり。くにちゃん元気、久しぶりですね。沖縄にわんちゅるさん、大丈夫です、まだ、大丈夫です。すでに開始時点で7個入ってましたよ。あ、本当にコインの話、あ、ごめんね、失礼しました。こっちにはそうだ、失礼しました、ありがとうございます。静かなさんに1300さん、タッと来てます。一言、タッ、何なんだ、このタは何だ、ハワハワなんて言って何ですか、サニーさん、これ何直した。コメントください。ジオさん、今日やってるのは勉強というよりは、厳密には今後やろうとしてる新たな仕事のための修行、練習です。あ、なるほどね、それも勉強って言いますね。新しい仕事か、仕事を変える。いくつ仕事してきたかな、結構僕いろんな仕事してる。ただ飲食店が多いかな。うん、カフェ、バーでしょ、バーでその厨房から入ってるんで料理人みたいなこともしましたし、ホテルでもホテルのバーテンもやったし、都ホテルでアルバイトしてる時にソムリエもさせていただきました。で浦添のレストランでもソムリエみたいなこともしてたし、マネージャーみたいなこともしたし、あとはなんだ、海洋博が美ら海水族館でもちょっと派遣で行って2ヶ月ほど水族館でも働きました。あとはね、なんだっけな、ちょっと面白いアルバイトに、あれはね、気象庁の基礎、天気を観測する時期業があって、年に何回かその観測員ということで、宿泊付きで沖縄市でやりました。あの時面白かったですよ。1時間に1回風船飛ばすんですよ。この計測器つけた、計測器をつけた風船を1時間に1回飛ばすんですよ。で、2、3時間に1遍もう少し大きい計測器をつけた風船飛ばすんですよ。で、ここからデータを受信してるみたい。で、その時に天気がどうだったとか見た目の感想を書いていくんですけども、皆さん曇り空って知ってます？見える範囲の何パーセント以上雲があったら天気は晴れじゃなくて曇りなんですよ。例えば、今日の午前中少し晴れてた、太陽が当たってるけど雲がある状態で、その雲の量が全体の例えば10分の1でももう曇りなんですよ。晴れじゃなくてもうそこから全部曇り、太陽がさんさん照っててもガンガン当たってても曇り。気象のあれはまた面白いですよ。その辺がね、またいつかね、気象予報士さんもひふみずば呼びたいな、田地さんとか中曽根さん来てもらえたらなってちょっと考えてます。気象予報士さんといろんな話もしたいなと思ってますよ。音楽鳴ってます？モニター、あ、鳴ってますね。さあさあさあ、それからあとは今井パンさんの話になってますよ。これブルーミーさん、今井パン前に行ったの美味しかった、美味しいんですよ。ブルーミーさん、うん、やるならって思ってるけど全然思い浮かばない。いや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 、もう思い浮かばなくていいんですよ。ラジオや、ひふみずばでね、ラジオやりたい人募集してます。
シプリムさん、じゃあもう一度妻にバレたらおしまいよ。こんばんは、セーラームーンです。あ、いらっしゃいませ、セーラームーンさん。妻にバレたらお仕置きよ、おしまいよ。いいね。マスターいいこと言うよね。何言ったか覚えてない。サニーさん間違えた。あ、さっきのね。ブルミさん、カメラって言ってもそんな知識ねえから無理。いや、ないならないなりに、このキャンさんとあの中里さんがあの知識あるので聞くっていうのは大事ですよ。例えば、僕がひふみずばでゲストさんを迎えておしゃべりするときにあの気をつけてるのが、前もって準備しないっていうのを徹底してるというか、僕はなるべく勉強しないようにしてますっていうのは、昔専門学校に通ってるときに、なんだっけ、柳拓さんの講習があったんですね。あれ、なんで柳さんがうちの学校に来て教えたか、その講習受けたか覚えてないんですけども、このアナウンスの仕事としての、講習があって、それを聞いたときに、アナウンサーの仕事とは何かっていうことをおっしゃってて、アナウンスっていうのは、質問して聞き出すのが仕事だと。で、前もっていろいろ調べてたら、例えばゲストさん来ても、この人のこと僕が全部知ってたら、僕が全部喋るじゃないですか。そうじゃなくて、そのゲストさんに質問して、ゲストさんの言葉で説明してもらうことがとっても大事なんだっていうみたいなことを言ってました。なので、僕ゲストさん呼ぶときは、ゲストさんの一応名称とか、肩書きとかは、最低限間違ったら大変なので失礼ないように覚えてたり、そこは調べますけど、じゃあ、例えばこの方が、何やってる、で、どんな仕事してる、で、なんでこの仕事してるんだろうと、この仕事なんだろうとかって、聞き、話しながら、なんでかなと思うことを全部聞いてるんですよ。で、それって、ラジオ聞いてたり、ツイキャスの方で画面見てる方たちが、見てて思ったことだと思ってるんですね。僕が一視聴者で、テレビとか見たときに、あ、この人なんでこんなこと言うのかなとか、なんでこの人はこのことをこういう仕事をしてるんだろう、なんでこんなにこの仕事にな、んていうの、うまくいってるのかなとか、テレビ見てて思うじゃないですか。そういう目線で喋るようにしてるんですよ。だから、例えばブルーミさんがそのカメラのことでわからないことがあったら、わからないっていうのを番組の中で聞いていくとかっていうのを、例えば僕なんかが素人の人を聞くよりも、機材ちょっと持ってる人が聞いた方がいい質問だったり、結構面白い質問になったりするんじゃないかなと思ったりしますよ。大丈夫？どうしたの？新しいメールが来てたんで、印刷しようとしたら、うん、YouTube が検索できない。あ、そう、さっき見たって書かれてたんですけど、うん、YouTube 配信してるんですよね。うん、あの方ちょっと弱視でちゃんと見れてないかもしれないですよ。いや、でも今あれで出てこなかったので、なんでだろうと思って、探したら出てこなかった。ちょっと僕のタブレットでやってみましょう。ああ、ごめんね。はい、大丈夫です。はい。すいません、ツイキャス見てる方で、YouTube 見れる方、もし、ひふみずばちょっと検索して、生ライブ見れてるのかどうか、確認してもらえたら助かります。はい。ブルミさん、リクエスト番組やる、これを、リクエスト音楽番組してみて、やったらいいよ。超大変だよ、これ絶対。よくみんな僕、普段聞いてるじゃないですか、ラジオね。で、みんなリクエスト番組にリクエストして曲かけてくれる人は、例えばミュージックシャワーとか、あれ本当に現場大変だと思いますよ。多分、まあ、あっちはもちろんちゃんと役割分担で人がいっぱいいるからできるんですよ。で、コミュニティラジオで、例えば僕今一人で喋りながら、例えば今リクエストもらいます。喋りながら検索しないといけないんです。もうこれね、大変なんですよ。喋ってるよね。違う話ができないわけ。もうこっちに集中するから、喋る言葉が出てこなくなる。だから、そうなんです。だから、リクエスト番組やるんだったら、もし例えばブルーミーさんがリクエスト番組やりたいんだったら、僕がこっちで、曲を探したりするので、ブルーミーさんがち喋るとかっていうのはありですよ。はい。もし、それも考えてみましょう。で、リクエスト番組だったらね、僕、ぜひメイちゃんにやってもらいたいなと思うんだよな。なあ、メイちゃんもしよかったら聞いてたら、手挙げてくださいよ。何名かでリクエスト番組やってもいいんじゃない？リスナーさん同士で。ちょっと待って、ツイキャスの方が、今、一回停止して再配信。これ YouTube ですね。あ、YouTube の方ね。ごめん。大丈夫です。大丈夫？ OK。で、これで、もしあれでしたら、一応、ツイキャスの方今日動画上げるので。そうね。ツイキャスで画面撮れてるからね。はい、さあ、ブルーミさん流れてないよって、やっぱり。いや、今、YouTube、今すぐは出ないと思うんで。今また再配信したので、
もしかしたら出てくるかもしれませんね。もしそれで出れないんであれば、今日 YouTube 調子悪いので、一回止めないといけないかもしれないですね。なんかね、あれ今日の朝も音楽止まってたみたいなこと言ってなかったの？違うかな？あ、今日音楽というか、このパソコン自体がもうあれなので、あ、音楽も止まってたんですかね？わかんない。パソコンがもう厳しいの？あの、もう今日こっちに接続してるパソコン自体はもう今日ないんですよ。あ、ないんだ。で、音楽かけるパソコン、代わりにラップトップで今代用してて、で、ないデータの番組も多いので、今、結構対応できてる番組が奇跡的なんですよ、ね、すごいんですよ、ひふみずはやっぱり日頃の行いが良かったかな。で、一応本来これ YouTube 配信だけに使っているパソコンなんですけど、まあ、ツイキャスのコメント拾えないかなと思ったら、ツイキャスのコメント出してあるんですよ、ね、いや、助かってますよ。ただ、それが原因なのかどうなのかっていうのは、ね、さっきまでは配信できてたので、今できてないのね。はい、分かった分かった。ちょっとそれマウス貸していかれて、はい、YouTube、ちょっと今日もう、終わってからあげましょうね。OK! ということですよ、皆さん。コイン結構あるので、はい、多分2時間丸々ツイキャスいけるはずですから。おー、ありがとうございます。さあ、それからツイキャスの人は行きますよ、どんどん。で、ジオさん、会社辞めて独立する予定なんです。おー、すげえ。独立いいね。今の会社でやってる業務がメインにはなりますが、さすがにそれだけだと心配なので、あと2つ、新しい技能を身につけているんです。素晴らしい。僕が、牛乳やるのがメール見合ってるのと一緒かな。違うな、全然な。皆さん、あの、もしよければ手書いたときにチンを取ってください。はい、ああ。ありがねえと。話のオチが拾えなかったですね。本当に。ナルトさん、自分なら、うるさい、うるさい。自分の趣味のことばっかり喋る60分とか。ああ、いいよ。全然いいよ。それで客減ったらお前のせいだって言うから。いや、でもいいんだよ。それ、ラジオなんてね、そんなもんですよ。コミュニティラジオなんて。自分の言いたいことばかり喋ってるみんな、ライブ配信されてない。やっぱりね、さっきのね、ライブ、あの、ツイキャスの方ね。もう僕は来月からマニアックな、あの、そう、番組しますからね。だよ、やるらしいよ。ブルーミーさん、キャンさんとやってみたいなって。あ、だからみんながキャンさんに頼るから、あの人忙しいんですよ。そうならない。まあ、キャンさんの前、キャンさんが来る前から、ひふみずは始まり、やってたんだよね。違うか、僕が来てからだっけ。来て1年ぐらい経ってから。あ、そっかそっか。じゃあ最初から僕キャスターと一緒なんだ。そうですそうです。あの時ヒロキいた。ヒロキ君はもうやめた後だった。1年ぐらい前にやめた。あ、そういうことか。あれ、そうか。ああ、まだあのポートリバーズが番組やってた。おうおうおう、懐かしい。元気かな、みんな。ショークスタイルさんはたまに見るけど、ついあのインスタとか、はいはい、音楽活動頑張ってるな。僕はあれですよ、だから1ヶ月で引き継ぎやりましたよ。そうだよな。そっか、そういうことか。いや、だから僕がひふみずばを始めるときに、そのこの MC 喋りながら機械の操作をやるんだったら最初やりますよって言ってくれたんだよね、はい。だけど、どうせやるんだったら、あの、自分で最初からやりたい、あの、いずれ、で最初から頼ってたら、いつ引き継ぎするかが見えなくなるから、もう最初から自分でやって、最初はもう失敗するのは失敗して、失敗しないと覚えないからと思って、ずっと失敗してるね。本当に助かったです。いやいや、本当にずっと失敗。みんなね、あの、ラジオ FM 技能マンで、ネットの人たちを、自分で MC やりながらやったらいいよ。楽しいですけどね。楽しいよね。うん、そう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 。あとは、あ、シュプリームさん。ムービングウェーブのマコさんとマスターで洋楽というか音楽談義してほしいな。これね、考えてるんですよ。マコさんも、あの、来たいって言ってるし。あと、最初あれでしたよね。あの、番組の元々のコンセプトは一応、比較で上げた番組は、ムービングウェーブでしたもんね。あ、そうそうそう。で、音楽番組やりたいなと思ったんだよね、最初。はい。うん、だけど、音楽番組って、やっぱり、さっき言ったみたいに、曲かけながら一人でなかなか難しくて。うん、だから、眞子さんも、ミキサーあげるからできるんだよね。そうなんですよ。うん。だから、なかなかよ、難しいんですよ、皆さん。でもね、眞子さん呼んで音楽談義か。俺、あんまり詳しくないんだよね。曲好きだけど、知識がない。経験で覚えてるのはあるけど。語るの大変ですもんね。そう、例えば眞子さんがほら、歌詞について、はい、あの説明したりするさ。深いですよ。ああいうのもいいんだよな。この曲のこの歌詞がいいとかっていうの。はい、で、真子さん の、うん、あの語り口がやっぱ色っぽくていいっすよ。好きね。あ、いいね。
チンがいいね。じゃあ、あの家型のあの時間にあの語り口で素敵な洋楽ってもう、卑怯じゃないですか。どこにもないな。4PM の後半ぐらいか、はい。洋楽ちょっとかけたりするけど。あのトークが本当に好きなんですよね。ダンサーさん、喋りながらタク、SE、メールチェック同時にするのが難しい。大変でしょ、今。ダンサーさん、一人全部やってる。本当そうですよ、ね。大変で、本当に大変。やったぜ、何がよ、ブルミさん。ユーミさん、YouTube 配信してない様子。あ、これもちょっと後で調整します、YouTube の方をね。そうなんですよ。あとね、やっぱ、ひふみずば、皆さんちょっと困ってるなってですよ。メールが来ないんですよね、うちの番組。あ、今、そうですね。ちょっと減りましたね。だいぶ減ってる。なんでね。今回、トーク何でしたっけ？今日はトークテーマなしの、ツイキャスですよね。ツイキャスナイトでやってるんですけど、そうじゃなくてもテーマがあるときにメールが来ないんですよね。重いからですかね。なんでかな、結局、自分の僕が考えてるのは、多分このメールを投稿するリスナーさんは追客で来てるから、結局こっちでコメント書いた方が早いんですよ、はい、だからメールをよ、送るよりは追客どうせ僕は拾うしみたいな感じになってるのかなと思って。いやでもなんかちゃんとした文章として送りたいのはやっぱメールって使い分けした方が、そうそうそう、メッセージ読む分にはすごい便利なんですけど。そうなんだよね。だからちょっとまたお悩みとか持ってきてもいいですか、キャンさんの。はい、あ、いいですよ今な。ちょっと最近お腹が緩いんですけどとか、あ、もう全然そんなに皆さん経験するでも毎日緩いんですよ今。時期的なものもあるんじゃない、季節の変わりもちょっと下しっぽかったり。でも自分もともと本当は出ない方の体質なので、緩いときついのか。きついですね出勤してすぐトイレとかありますか。あ、で山本さんいつもちょっと小言言われてます。キャンが入ったら長いからなって。キャン入るのか俺先でいいかローソン行けキャンで山本さんは長い短い。いや山本さんは短いですと。あ、短い人こんなって言うと俺も長いわけや、はい、ダメなんだよな、長いんですよ調整剤はって。成長剤も試したことあるんですけど、 あんまり聞いたことなくて、うん、で、セイロガンばっかり今飲んでますね。あー、固めの方か、はい、あれは、あ、お酒のせいもあるのかな。毎日飲んでんの。毎日は飲んでないですけど、うん、一番お酒の後はやっぱりひどいです。そうだよ、はい、飲んだら翌日すぐよ。最近ちょっと危険な飲み方してるんで。マジで行きつけのバーで怒られたんですよね。何、どんな飲み方したの。自分スピリタス買ったって言ったじゃないですか。あ、なんかなくなったって言ってたの。3分の1になってました。一晩で。いえ、1ヶ月ぐらい。あ、じゃあ1ヶ月経ってないぐらいですね、まだ。うん、だから1ヶ月で多分飲み干しそうなんですよ。別にいいんじゃない。大丈夫ですかね。俺は別にカクテルで作ってたら。カクテルでしょ、それを飲むわけじゃないでしょ、はい、5杯ぐらい一気にいっちゃうので。ああ、気がついたら。いや、カクテルだからまだいいさ。はい。え、さっき31 33です。33になった。33になりました。33ザラメでーすかわいい。シュプリームさんから。なんてシュプリーム、さすがセールガおじさん。そうです、一時期セアロガおじさん、コウスケさんがセールガおじさん、セアロガ行ってやってるんで、うん、僕サザンブリーズとかでセールガっつってサザンブリーズ懐かせよ。え、なんで今この夕方の番組 FM 機能がなくなったの。だからあれですよ、東さんができなくなって、うんうん、結局最初僕が帯やらないかって声もあったんですけど、うん、山下さんの方から、うん、どうしても自分が月曜日も休みもらってる面と、あ、そっか、帯でやるってなると毎日同じトークの中で変化つけないといけないじゃないですか、うんうんうん、それの技能は僕にはないなと思って。あー、テーマがあったらな。いや、この1時間喋るっていうのを金曜日だけでも意外ときつかったんですよね。あー、なるほどね。で、自分にはちょっとこれ帯でやるのは厳しいですっていうので、すいませんねんけどってお断りして、うん、じゃあどうしようかっていうので前からこのアジラジオ、うんうん、まあ、2時間、本当は2時間をそのままこっちに持ってくる予定だったんですけど、うんうん、まあ、まあ入ってる番組もあるので、うんうん、まあ、1時間でもこっちで放送して、うんうん、同時放送を届ける方がいいんじゃないかっていうので変わりました。なるほどね。
まあ、宜野湾情報っていうのもお伝えっていうのも大事な面であったんですけど、結局この時間帯に聞いてる方っていうのが、本土からのリスナーさんのコメントが多かったんですよね、夕方は、うんうんうん、だったらまあ小里同情層としても変わらないんじゃないかと。なるほどね、はい、夕方喋りたいな。夕方でもいいですよね。でもね、あの時間無理なんだよ、こっちからね、お店なんて。自分も正直。だからでも、もしかすると、普通の仕事してる人で、はい、毎日帯で夕方、時間取れる人ってなかなかいない、ね。いないと思います。だからそれもあって、だからアシスタントつけたりとかも結構大変だったので。はい、番組おる。ということで、10時でもお待ちしてまーす。後ほど。気がついたら終わりです。サザンブリーズ、正直自分それに出るためには今よりも出勤時間が2時間ぐらい早まるんですよ。そうだよな。結局番組の1時間前とかには来ないといけないので、少なくとも30分前、ゲストさんがいたら打ち合わせもしないといけないですから、って考えたら自分のこの寝る時間とかの確保とかも考えながらスケジュール管理で厳しいと、すいませんと。なるほどね。明らかに毎日10時間から12時間の出勤になってしまう計算になるので、それはちょっと他のもう一つの方の仕事にも影響出るなと思ったんで。儲かるな。木曜日が時間経つの早いんだよね。そうなんですよね。あ、この時間のこと言ってるの、綾成さん、ありがとう。そうなんですよ。 2時間なんてあっちゅう間ですよ、喋ってたら。俺喋るの好きなんだな。ゆうたくん、ひゆみさんみたいに2時間喋れるかなかなかいないですよ。マジで。かんなさんももうきついって言ってました。喋れるよ、あの人。喋れると思うんですけど、やりたいとは思わないって言ってました。僕はやりたい。やりたくてやってる。だフォーカルから離れてすごい大変、あのこの今もう感覚がもうあの感じには戻れないと思うって言ってました。なるほどね。やっぱり2時間喋るってかなり大変です。毎日でもな、はい、毎日2時間はきついと思うよ。うさみみさん、神戸からこんばんはって来てます。いらっしゃいませ。今日皮膚水場のテーマはなしです。ツイキャスの意図で喋ってますんで、ツイキャスのどんどんコメントいっぱいください。ただ10時からコーナーありますよ。僕のコインだけでも次の延長いけるかなと思ったんですけど、あと1枚足りないですね。誰か1枚ください。すぐいっぱい来る。てやさん、はい、今日おすすめレシピのネタがないんですけど、何かあります？じゃあ先に、10時半。大丈夫です。10時半に、はい、10時半に。あります。わかりました。よろしくお願いします。今日ね、シプネさんがここに来れた。ありがとうございます。今日着てるマスクはですよ、ソラシドーボさんからの手作りマスクです。ミュージックシャワーとかに送ってくれたマスクと一緒で。切れた？切れた？コイン、いや、全部いきました。ありがとうございます。ダンサーさんも来た。ありがとうございます。これで2時間ちゃんと滞りなく放送できますので。イエーイ、やったね。あとは音楽間違いなければ。大丈夫だよね。はい。そう、ソラシドおばさんから来たマスクなんですよ。それも4枚着ても4枚もいただいちゃった。で、皮膚水バーのタグがついてるやつ。が3つと、くもじねえさんのタグがついてるのが1枚来ました。イエーイ。あ、そういえばさっき超嬉しい、セイロガンおじさんで、セイロガンおじさんの江森康介さんの方が出てきましたけど、実は僕たち同い年です。エモヤンと、はい、あ、ソラシさん来てるさ。だから今気づいた。右側につけてたんで、ロゴマークいいよ、大丈夫大丈夫。FM 木野間さんが儲けてから新しいカメラつけたらこっちから映すから。あ、でも何、なんでそれ。よろしくお願いしますよ。はい、頑張ります。はい、とりあえず今いろいろ考えてるので、よろしくお願いします。放送しやすいようになるように考えてますので、よろしくお願いします。さあ、10時からコーナー始めますよ。今日はね、沖縄の夏は暑いって話からですよ。
ごまごくちょ、マスターごめん、間違えてロゴ反対つけた、今気づいた。ね、いや、もう全然大丈夫です。ありがとうございます、ソレストさん。マスクありがとう、上等。で、金ピラの分はキャンさんに預けたんで。お預かりします。うん、いつキャンさんに渡すの？明日か。もう、金曜日？もしかしたら、今日か。わかんないですけど。また何かやるかも。あいつまた何かやるかもしれない。なんやかんだ言って何もゲスト出演も何もない時に来たりもするので、そういう時には渡します。あ、番組始まりそう。この時間はいいな。あ、早くココイチ開かないかな。ココイチ、はい、何、みんなで食べに行ってるんですよ、木曜日は。あ、さあ番組始めます。時刻は10時を回りました。お届けしているのは FM ギノワ 79.7 メガヘルツ、マスターひふみの仮想ラジオバーひふみーずバーでございます。10時台最初のコーナーはこちら。あうな夢がうな、このコーラスがいいんだよな、オープニングのね、この曲のね。いいっすね。バッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかと湿地甘くもで聞かれるマスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーでございます。バーテンやってたのは29までだったんで、何年前だろう。して日本の中で毎年一足も二足も先に梅雨入りするここ沖縄、自分たちは慣れたけど内地のリスナーさんからしたら昨日一昨日の沖縄の湿度 96% かまで上がる、信じられないでしょうね。前に 98% 行った時はもうほぼ水の中って笑われたことがある。誰、リスナーさんにね、言われるぐらいで、それと同時に熱帯夜が毎晩心地よい眠りを邪魔してます。ほんときついんだよあれ、昨日暑かったようなし、自分もパソコンとかもあるので、うん、クーラーかけっぱです。あーし、ドライ。はちみつゆさん一言、ここもそうですよ、ここもですよ。機種乗り換えました。沖縄に注意するぞ。機種乗り換えね、機種編ってことね。機種編ですかね。ですね。何に書いたんですかね。何から何に書いたんですか教えてください。で、てなわけで、今夜のバッカスのこぼれ話は、自宅で簡単、熱帯夜に持ってこいのフローズンカクテルレシピをいくつか紹介します。お。皆さん、フローズンカクテル分かります？フローズンカクテルとは、ミキサーやブレンダーといった、機材で、材料を攪拌して作るシャーベット状のカクテルのことを言います。シャーベット状のカクテル、いいよってなわけで、まずは定番のフローズンダイキリ、これはもう皆さん飲まれたこともあると思います、耳なじみもあると思いますよ。で、家で作れるんですよ、簡単に。まあ、って言ってもミキサーとかブレンダーっていうのがないとできないので、ない方は作れません、はっきり言って。ない方は買ってください。安いのでどっかあると思います。ドンキとか安いのありそうだね。そうですね、レシピフローズンダイキリですね。ホワイトラム40ミリ、ライムジュース10ミリ、ガムシロ1ティースプーン、あとクラッシュアイス 1.5 カップ。このクラッシュアイスなんですが、自宅で簡単に作る方法があって、普通 のキューブアイス、冷蔵庫から出てくるアイスだったり、で冷蔵庫から出てくるアイスって軟水だったりするのが沖縄の場合は白く濁ったりするんですよ。あれって結構雑味が入ってカクテルの味を損なうので、できればコンビニとかスーパーで買ってきた氷を使って、価値割りでもいいし、やってきてください。でそれをざる、に1回開けて、アイスペールとかボウルに割って入れるんですけど、この割り方がスプーンの裏で、スプーン手に氷を持ってスプーンでコンコンってコンカーンって一発で叩くと結構パカッと割れるので。あ、そうなんですね。そうだからクラッシュアイス作るのもクラッシュ上がるところでいいんだけど、はい、普通バーテンダーもバースプーンでも割れるわけです、はい、バースプーンでココアやったら結構パカパカ割れていくから細かい氷作れるんですよ。だから自宅でクラッシュアイス作るのはそんなに難しくないの。ただ氷飛び散るから自宅でやるときはちょっと
その辺氷が飛び散るのをちょっと気をつけてもらったり、ボールとか置いて、そうそうそう、やってください。でこのクラッシュエッシュとかこのレシピをね、ホワイトラムライムジュースガムシロを、ミキサーに入れて、あとは、ミキシングしてシャーベット状になるまで、でこの湿度とかこの 家で作るようなのが慣れてくると、この出来上がりが毎日違うんです。同じ分量でも大きな、さっき言った湿度で、うん、この氷の溶け具合とかミキシングされる時の、あの溶き方が変わってくるので、水っぽかったり水が少なくてちょっとかあのちゃんと回らなかったりするので、もしあの氷がちょっと多かった場合は空回りします。あのちゃんと混ざらなかったらウィンウィンウィンしなくて、したらウェーって液体っていうかそのカクテル自体が混ざらない時はちょっとあの、これで言ったライムジュースとかラムとかちょっとお酒、あの液体を足すと少し混ざりやすくなるので、うん、やってみてください。であとラムがなかったりラムが苦手とかなったら、癖の少ないウォッカとか泡盛でもできます、うん、何でもいいです。好きなお酒でできます。ただ風味が強いのはちょっと癖が出てくるので、ホワイトラムって結構あの風味がなるべくラムの中でもあの少ない方なので、どうしようもなくてウォッカがいいかもしれないですね。そう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 、ウォッカでもウォッカのダイキルでもいけると思います、うん、そんなフローズンダイキルの変化版で、さあフローズンストロベリーダイキルのレシピというものを紹介しましょう。僕初めてだったんですけど、ウォッカ40ミリ、生のイチゴを3個から4個で、あのレモンジュース2ティースプーンで、ガムシロ2ティースプーン2杯ですね、ティースプーンで、あとクラッシュアイス 1.5 カップ、これもまた一緒にミキサーにかけてくしゃくしゃと、いいですね。生のフレあのイチゴがね、酸味があったりするので、ガムシロとかレモンジュースでちょっと味付けして作るんですが、ネットで調べました。これ色もね結構鮮やかでいいイチゴ、うん、イチゴいいですよ。でその次がみかんヨーグルトフローズンカクテル、レシピがこれもウォッカ、ウォッカ、ウォッカって書いてますけど、好きなラムでも何でもいいです。ウォッカとかラムを40ミリベースのお酒ね、あとみかん汁大さじ1杯と少し、絞った方がいいのかな、生をね。でヨーグルト大さじ1杯と少し、ヨーグルト、あの食べるヨーグルト混ぜます。であとは蜂蜜を小さじ2ぐらいですね。これをクラッシュアイスまた 1.5 カップぐらい入れて、これはヨーグルトに追加する蜂蜜の量の調整やブルーベリーのヨーグルトなどの種類で味の変化がつきやすく、その日の気分や冷蔵庫の在庫とも相談しやすいフローズンカクテルですよということだったので、まあまあまあブルーベリーのねあれもあるし、ヨーグルト作れると思います。クラッシュアイスがない場合は長与千種かライオネルアスカでも大丈夫ですか。はい大丈夫です。渾身のショーはボケしたので突っ込んでくださいね。フラーよ。いいですよ。もう完全にプロレスじゃないですか。だから、ね、クラッシュ、クラッシュ、クラッシュ、なんだったこの二人、名前なんだったクラッシュアイスなんだ、ライネス・アスカと。クラッシュギャルズだ。そうそうそう、クラッシュギャルズ。今、ギャルズって感じじゃないけどな。沖縄にワンチュールさん、スマホからタブレットです。ああ、タブレットの方がいいのかな。あやなるさん、今日とか絶対に美味しいでしょう、フローズン。そう。今日もいいと思いますよ、フローズン。エミさんいらっしゃい。タンタカタン飲みましたよ。あ、いい。梅酒でフローズンもいいね。あ、いいですね。うん。生の梅もちょっと刻んで入れたりして。はい。カリカリ梅入れても美味しいから、刻んで。美味しそう。さあ、先生、先生、何だった？今、ヨーグルトフローズンまで読んだんだよね。そう、その次、いきますよ。お次は、バナナを使ったフローズンカクテル。だんだんトロピカルチックになってきましたね、うん、バナナはあらかじめ凍らせておくと作業が楽ですということです。なるほど、冷凍バナナ、レシピですね。適当にカットした冷凍バナナ1本か2本、ベイリーズって知ってますっていうリキュールなんですけど、名前は聞いたことあります。これね、実はあのベイリーズっていう名前の、フレッシュな生クリームとアイリッシュウイスキー、あとカカオ、そしてバニラの香りが一つになったリキュールだそうです。ちょっとこれ特殊な力量なんで、ね、カルナとかでももしかしたら代用効くのかな。そうですね。でこれは 50cc、 そしてクラッシュアイス1カップ入れて、これを攪拌して出来上がりということですね。あ、美味しそう。美味しそうね、バナナね、バナナ味、うん、でそれから市販のアイスクリームを使ったフローズンカクテルもありましたよ。その名もピノとバナナのフローズンカクテル。おアイスクリームのピノ、あの、はい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 、ちっちゃいの刺して食べるやつ、これまたベースはお好みはウォッカからも40ミリ、
でピノのファミリーパック、あのロック入りのみんなが見るよく、よくコンビニに売ってるロック入りのじゃなくてスーパーとかで売ってる大きい箱の中に、はい、いろんな種類が入ってるのがあるんですよ。この僕調べたレシピから言うと、そのファミリーパックからバニラアーモンドバニラ味とアーモンド味のピノを各2個ずつで、あとを入れて冷凍バナナを2分の1本で、それに蜂蜜2ティースプーンを、攪拌して作ります。もちろんあのクラッシュアイス入れてね。で飾りにカットバナナとピノを添えて、いい感じ。いいですね、バナナとピノが。あれね、写真で見ても美味しそうでした。ちょっとあのとろみをつけるぐらいがいいかもしれないですね、氷ちょっと多めでね。でさあ次は棒アイスの定番中の定番、ガリガリ君フローズンカクテルをご紹介しましょう。レシピはラムもしくはウォッカ40ミリね、これも一緒です、お好きなガリガリ君1本これをミキサーにかけるんですよ。レモンジュースとガミシュロを入れて、あのそれぞれティース1ティースプーン入れてクラッシュアイス少々して、これはあのガリガリ君がもう氷がアイス氷菓子なのでクラッシュアイスは少なめです、はい、使う氷の量でカクテルの食感も調節できるし、うん、使うガリガリ君の種類で味も自由です。遊び心満載のフローズンカクテルですね。うん、絶対美味しい、ね、美味しいよ。バナナの発音はバナナですか、バナーナですか、はじめしさん。ベネーナ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 。あの、バの間のちっちゃいツをアーに変える感じですかね。ブラネーナ。ベネーナ。ベニャーニャ。ベネーナ。ニャーニャ。ベネーナ。ベネーナ。どっちでもいいです。遊び心といえば、雪見大福のフローズンカクテルレシピを見つけました。レシピは、ウォッカ40ミリ、これでしたね。で生いちご2個。雪見大福、これ面白いんだよ。雪見大福、適量って書いてるわけ。どんだけよお好きな量、ね、好きな量を入れると雪見大福って餅だよね好きな量を入れて、あの加糖練乳、まあ練乳ですよ、練乳マッシュミルク大さじ2杯弱で、あとクラッシュアイス1杯でミキシングで、これまたミキサーで攪拌したら盛り付けに残りの雪見大福やあんこ乗せても美味しい。ちょっと和風テイストの和風のなんかおぜんざいみたいな、まあ、冷やしぜんざいみたいなイメージつきますね。そうそうそう、美味しかったですよ。まあ、デーナーってね、あのマドンナじゃないっつうのデーナー、ソラシドおばさん、チャイナブルーが好きって、これってもしかしてあれガリガリ君の種類、いや、カクテルのカクテルのチャイナブルーのことか。カクテルのチャイナブルーじゃないですかね。チャイナブルーってどんなの、このフローズン、フローズンじゃなくて、ショートカクテルに入ると思います。ではね、あれをあれバイオレットが使う、ブルーキラソーを使ってるんですけど、確かパイナップルジュースとかのちょっとトロピカルなやつですね。よく覚えてるな、全然忘れてる、はい、そう、最後ですよ。最後は夏といえば果物なんですか、夏の果物なんですか。スイカ。当たり、正解。自分も実はこの話聞いてる間で、うん、スイカでちょっと作ってみたいなと思っていろいろ連想してたんで、スイカのレシピがあったんです、はい、でスイカのレシピいきますよ、スイカのフローズンカクテル、スイカワインシャーベットカクテル、あ、いいっすね、スイカ適量、これも適量です。スイカ適量に白ワインをグラス1杯、あ、白の方なんですね。そうそうそう、それに氷入れて、ミキシングして出来上がり。ワインがなくても凍らせたスイカをミキサーにかけることでそのままシャーベットして楽しむことができる。あー美味しい、絶対これちょっとね、お子さんがいるお家ちょっとやってもいいかも。こうスイカ凍らせて、はい、もちろんそのまま入れて凍らせた、凍ったスイカ切るの大変だから、はい、角切りにしたのを、ジップロックとかに入れて冷凍庫で冷やしといて、はい、それをそのまま食べるもよし、ミキサーにかけてシャーベットにするのできるはずだから。美味しそうですね。ねえねえねえ。で、大人はそれにお酒を加えて。ああ、いいですね。うん。美味しいってよ。さあ、いかがでしたか、熱帯夜の夜に美味しいフローズンカクテルで体のホテルを沈めてぐっすり快眠で夏を乗り切っていきましょう。ということで、以上、今夜のバッカスのこぼれ話でした。いいね。いいですね。ヒフミズバーいいね。ちなみに自分が考えたのは、うん、この前聞いたやつで、スイカにショットの、ボスの強いお酒を刺したら
一晩寝かすとスイカが吸い込むらしいんですよ。ああスイカ自体がお酒になる。そのままお酒になる。だからそれを作って次の日凍らせて。ありだな、ありだな、はい、ありだな。これをフローズンにしてっていうのもありだなと思います。ケンさん、これなんかコメント出てるけど、そのままやっていいの？コメント。あ、違う、こっちの画面。あ、消えた、消えた、消えた。なんか台風の、あ、天気のあれが来てた。あ、音楽のやつですね。うん。お届けしているのはひふみずバーでございます。さあ、さっきカクテルのいろいろ話してましたけど、キャンさん、はい、どんなですか？いや、めっちゃ美味しそうでしたね。いいよな、いいんだよ。僕もだから、あの話聞きながらスイカで作りたいなっていうのを連想して、さっき言った、はい、何だった？スイカに、モッカとかちょっと度数の高めのお酒を刺しておいて、うん、刺すってどんねって刺すの？ショットでショットグラスで入れて、うん、まあ、パカパカっとさ上に刺すんですよ。半分切ったやつを刺す、はい、刺す、刺す、あの半、まずスイカを半分に切りますね、うんうん、そしたら面がありますね、うんうん、そこに刺すんです。何を？あのだからショットグラスをお酒入れた状態で食い込ますわけ。食い込ますんです。食い込ますと、スイカの面にこうショットグラスが刺さってますよね。刺さったもの、それをひっくり返して寝かして、それを一晩置くんです、うん、あの冷蔵庫の中に、うん、そしたら全部吸い込んで、お酒が中に入っていくんだ、はい、でスイカの実がアルコール漬けになる。アルコール漬けになります。あ、酒の実の食べ物で、それをまたその次の日に凍らせて、うん、でそれでフローズン作るっていうのもありだなっていうのを。結構あれだな、仕込みの段階が楽しい、手間かける、はい、ってやるのは楽しみの一つだよね、嗜好品。だからこの僕ちょうどそういうのにぴったりのお酒買ったって言ったじゃないですか。スピリタス、はい。あれだったらショットグラス2個くらいでいいんじゃないかなっていう。うん？ショットグラス2個くらいでちょうどいいんじゃないかな。いやー、3つくらいいってください。結構危なさそうっすよ。で、翌日からお腹の調子がいいって。どんな人にいらっしゃい。富裕層の食べ方。あの何をエミさん、涼しくなった。待って、アイダさん、スイカ牛乳おすすめ、うまうま。スイカ牛乳？スイカに牛乳ですか？スイカに牛乳？ミルクセーキのイメージはできたけど、スイカセーキ風じいな。ありかな？いけますかね？ありかな？あの甘い、相当糖度が高いスイカだったらいけるかもね。ちょっと今日のひふみずバーはフローズンカクテルをご紹介したので、結構そのあれが来てますよ。マッデーナーが来てますよ。マッデーナースプリムさん、森永のアイスボックスにチューハイをインしても美味しいです。あ、はいはいはい、わかるわかる。逆にチューハイにアイスの実を氷のように浮かべても味の変化が楽しい。あ、なるほどね。アイスの実ってあるさ、はい、あれを氷代わりにする。おー、いいですね。確かに甘くなければ、なんていうの、ちょっとフルーティーな感じになるかな、なるんだったらいいね。あ、そういう意味では、うん、僕が通ってるバーでは、うん、カルアミルクがあるじゃないですか、うんうん、の氷を、うん、コーヒーで氷作って、うん、カルアミルクに入れてるんで、うん、薄くなる、はい、置いていけば置くほど濃くなっていく、どんどんこのコーヒービターになっていきます。なるほどね。っていう味の変化楽しめるっていうので好評なカルアミルクだし、面白いな、そういうのね、うんうんうん、いいね。そういう使い方ですよね、要はこのアイスのみ、いいね、はい、アイスボックスにチューハイ入れるっていうのはいいよ。ああ、ね、いいよ。でもアイスボックス、あれグレープフルーツジュース味しかない。俺他の味分からないんだけど、あれ僕もあんまり飲まないんだよ。ちょっと苦味があるから、はい、お酒足すとちょっとなんかえぐみみたいに出ない？シプリムさん、なんかそんな感じがするな。やってみないと分かんないけど、今度試してみよう。サラシナゴさん、ライチにグレープフルーツジュースだった。あ、さっきのあれだ、チャイナブルー。ライチ
ライチできるかでしたかね、だったっけな、うん、あ、だったような気がします全く出てこない。ジオンさん、20代の頃はバーが用意してたけど、おいいね、お酒弱いので1杯目はアルコールのカクテル、2杯目はノンアルコールカクテルというのがお約束でした。フローズンカクテルはいつもトライしてませんでした。あ、フローズン結構いいですよ。フローズンの方が飲みやすいですよね。沖縄は湿度があるからフローズン溶けて液体になって飲みやすいかもしれない。あとはあのショートカクテルが多いので、うんうんうん、割と入りやすいのかな、うん、他のカクテルに比べたらショートフローズン、はい、うん、あのやっぱりショートカクテルってアルコール度数が高いんで、うんうん、結構敬遠されてる方多いと思うんですけど、うんうんうん、フローズンの方は結構甘めに作られてるものがやっぱ多いので、うん、初めあの飲み始めとしてショートで試されるには一番いいのかな、うん、確かにね、うん、でさっき言ったあのこの溶け具合がね、多分内地とこっち違うと思う。湿度でやっぱだいぶ変わりますよね。そう、早く飲むと氷が残るから、はいはい、あれ食べる感じなんだよね。そうですそうです。フローズンはちょうど溶け始めぐらいですね。そうそうそう、氷の溶け具合と合わせて飲んでいくみたいな感じが、はい、いいですよ。エミさん、シャーロック・ホームズっていうダイニングバーの CM に出たことは秘密っていう、自分で秘密書いてるですよ。シャーロック・ホームズ分かる？シャーロック・ホームズですか？那覇の有名な老舗。平さんっていう、平源さんって言ってから今ミュージックカフェっていう番組、ラジオ沖縄で土曜日の夜やってるの。 あそこに、ね、あの前田聖子さんと一緒に出てる、はい、平源さんがやってるお店ですよ、えー。シャーロック・ホームズの近くで僕の働いてディズニーがあったんで一緒に仕事しました。この平さんと日本バーテンダー協会の沖縄支部作る活動とかやってました、はい、うん、あそこの CM 出てたんですよ。あっちにワッタネーネー常連だったんですよ、出てたよな後ろさん。あの時の君は痩せていたカルはすげえ好き、もうこのすげえが似合うやってみたいって、さっきの氷の、はい、やってみて美味しいと思いますよ本当に、ね、自分でやっても、うん、でもダンサーさん来たけどさ、ありがとうこれ、はい、ヤクルトのフローズンカクテルはどうでしょう。あ、ヤクルトもいいと思う。自分またこれもお店で味見させてもらったんですけど、うん、ノンアルコールカクテルをヤクルトとオロナミン C で作ってたんですよ。あ、超美味しかったです。ヤクルトの味残ってた？残ってます。ちょっとこのまろやかになるんですけど、クリーミーな感じが残るのか、はい、でもメインはあるでしょ、はい、オロナミン C、オロナミン C がメインで入ってるので、うん、ちょっとお酒感が、香りがお酒っぽくなるんですよ。うん、あ、でもノンアルコールなんだ、はい、あ、でもっぽいんだ。そうですそうです、アルコールっぽいんだ、はい、分かるちょっといろんな薬品じゃないけど、はい、お酒の味に感じがする、ね、そうですそうです。だからそういった意味でお酒入れても絶対美味しいので、あ、確かにな、はい、ヤクルトのフローズンカクテルいけるかもね。だから ヤクルト使ってのカクテルってちょっと挑戦してみたいですね。ね、みるみるとかさ、はい、最初さよかどっちが勝つか、盾と矛だな飲みるか、ドギーさん、ノー牛乳、ノーミルク、無理だ、飲めん。嘘、飲めんのかい。クスやクスって言うの失礼。僕も芸人苦手なんですけど、うん、お酒でだったら まだ少しいけますかね。これ本当にね、宣伝なんですけど、EM 玉木牧場牛乳の、EM 玉木牧場牛乳は、の牛乳が。牛乳は。下しにくいんです。牛乳飲んでゴロゴロする人って、はい、腸内環境がちょっと弱くて、とあと脂質ですかね、油か、はい、牛乳ね、牛乳の脂質自体がちょっと合わない場合もある。そうだ、冷たいともやっぱり下しやすかったりするので、はい、少しぬるめの牛乳飲んだり、あとホットだったら大丈夫だったりするので、はい、牛乳ね、それでも飲む必要ないっていうので別に飲まなくていいですけど、で牛乳飲みたいけど苦手っていう人はチャレンジする意味でちょっと温めた牛乳とか、玉木牧場牛乳の EM 牛乳、本当に EM 牛乳はね、僕下すんですけど、はい、他の牛乳の EM 牛乳全く下さないんですよ。で完全にとってもいいわけじゃなくて、合わない人は合わないんですよ、牛乳何飲んでも、うん、できあのダメでしょ、ダメで、ただ下しにくくなるので、ぜひ牛乳飲みたいけど克服できない方は EM 牛乳ちょっと試してください、本当にいいですよ。なんか言いました。え、もうだから僕も牛乳苦手なんですけど、だから調理でなるべくいただくような形で、
入れてます。調理にしてもね、いやもう小学校の時に身長伸ばそうと思って一生懸命飲んだんですよ、うん、でもこうじゃないですか。そうなんですよ僕でかいでしょ、はい、あんまり飲まなかったんですよ。牛乳関係ないですか、ね、牛乳関係ないです。身長に関しては関係ないです。ただ牛乳を幼少期に飲んでる、はい、第一次成長期に飲んだ人って骨密度が高いから、はい、老後の骨のもろさに骨がとっても強いらしくて、あでもそれはあると思います。だから第一この成長期で飲ますっていう牛乳とか、まあ牛乳ではなくても小魚とかさ、はい、その当時そのちっちゃく第一成長期にカルシウムを取った人たちって今の、あのおじいちゃんおばあちゃんたち、あの魚いっぱい食べた人骨丈夫なんですよ、はい、で転んで折れなかったり、あ足腰しっかりしてたりするので、うん、やっぱりあの三つ子の魂100までじゃないですけど結構いいですよ皆さん。あのちっちゃい子には牛乳とか小魚とかカルシウムいっぱい飲取らせてください。自分もだからあれですよ、うん、結構体細いんでみんなに心配されるんですけど、うん、骨折はほとんどないですね。骨が丈夫なの。小さい時は飲んでた、はい、小さい時からずっと飲まされてたので。ああいいね。さあさあちょっと次その方進めていこうね。ジオンさん、コーヒー氷のアイスコーヒーは飲んだことあるけどカクテルにも応用できるんですね。そうそうそう、カクテルってお酒入れるだけだよ、うん、ドギーさんコーヒー牛乳も食べて、サクレもいいんじゃないですか。サクレって何ブルーミさん。サクレって何。サクレって飲み物か。今飲み物なんですか、大体それで。ね、ソラシドさん、芋焼酎の水割り、甘いカクテル、コーラ3つ並べて飲むのが好き。フラーよ。あの、全部混ぜたらいいさもん。まあ、この中でコーラがチェイサーになってるんですかね。確かにな。チェイサーは大事ね。はい、今でこそほら、ノンアルコールカクテルって今普通にあるけど、昔なかったから、チェイサーで水だったりコーラだったりサイダーだったりっていうのはあったな、飲んだな。あそういえば思い出したんですけど、うん、お腹痛くなるって言ったじゃないですか、うん、調子いい日は左右飲んでます、うん、あ左右はいいよね。チェイサーの代わりに左右飲んでますね。あチェイサーに左右か。はい、飲んでない。いやでもそれやるとやっぱり全然自分酔わないで朝まで飲んでます。酔わないのにお金払うの。お前美味しいんで。これな、はい、雰囲気もあるからね。エミさん、マスターも出たじゃん、笑ってね。さっきのコマーシャルの話。多分出たはず、うん。あの、うちの姉と恋人同士の役で、カウンターで、カクテルグラスで乾杯ってやってる。思い出した今出てた俺、コマーシャル。恥かせよ。家族でって恥ずかしいですね。家族で。姉と兄弟、あの、カップル役やった。はい、ソラシドさん、それ家でできるよね、やってみて、まずかったら今度キャン様頭の突きするこれ何なんですか、さっきの氷なんですか。あの、はい、あの、カラーミルクじゃないですか。うん、パーにクスよ。あー、ごめんなさい、ドギーさん、クスじゃなかった、クスでした。ジョーさん、ヤクルトローナミシのノンアルコールカクテル、美味しそう。美味しいです、やってみてください。分量は分量多分1対1ぐらい。うん、まあ、気持ち分ちょっとオロナミシ多めですかね。うん、マスター今度ドギーさんにビンタされるんです。え、ドギーさんマジでこう叩きそうなの怖いんだよな。なんか可愛いんだよな、笑顔が。おちょぼ口が可愛い。ナルトラさん、実家ではもうお茶代わりに牛乳飲んでました。あー、どこにも成果出てないな。でも骨強そうだよな、ナルトラさん。そうですね、ナルトラさん強そうですよね。エミさん、ビンタされればいい。うるさいよ、ビンタされないよ。はちみつ一家さん、 CM でオロナミン C の牛乳割りがあったはず。あ、多分それにね、こう、え、卵入れてなかった。そんなのあったんです。違うかな、俺の記憶で勘違いかな、記憶違いかな、なかったような気があったそう。元気なつらつ、ドギーさんがパチリカスと言ってますから、うん、はい、パチリカしてください。ミルルルルルル。エミさん、マスターはラーメン丼にご飯入れて食べてたよ。あ、そうそうそう、僕はあのガチ前だったんですよ。ポーク1枚で丼2杯ぐらいいけるぐらいちぎって食べてたんですよ。気持ちわかります、うん、僕も大学生の時にそんなこといっぱいやってたんで、もういいよね、頭パチリかしてください。ドギーさん、牛乳飲んでないけど骨折ったことない、骨チューバー、なんか苦しそうだな、選んでした。また立ち見かされますよ。エミさん、サクレはカップに入ったかき氷、知らない、こんなのがある。あ、カップに入ったかき氷
にお酒入れる。ありなの。ありですね。夏いいね。あ、昔なんかあの氷のアイスみたいなのがなんかありませんでした。スポーツドリンクみたいな味がする。あ、何だった？名前が思い出せないんですけど。あ、誰か思い出して。わかるよ。あれに、なんかさっき。なんだっけ、あ、ガムモってやだ。はい、ガムモってやだ。あれのお酒あ入れてから飲むのとか。あ、何だっけあれ。名前なんだっけな。多分コメント来てそう。なんだっけ、あ、スポーツドリンクの始まりだよ、スタートだよ。はいはいはい。アクエリアスとかあれの前なんだよな。あ、そんな、そうだったんですね。うん、多分そうそうそう。サニーさん、EM たまき牧場、EM たまき牧場さんって沖縄のスーパーに売ってますか？売ってますよ。沖縄のスーパーにも売ってますし、僕が売ってるのがそれです、まさに。宅配してます。最近、皮膚水、僕ね、浦添の西丸にも行ってるし、八重瀬町の中座っていうとこブラックまで行ってます、牛乳配達。だからその近くの方がいたら僕あの行きますから、ぜひ皆さん、あの牛乳配達注文してください。持って行きますよ、お近くまで。それからこれか、あれこのコメントでさ、はい、曲が探せない、ちょっと待ってくださいね。あった。あ、いや、大丈夫、大丈夫。さあ、コーナー行きますよ。さあ、時刻は10時半になりました。この時間はこのコーナー。今日のおすすめメニューということで、今日の僕準備してなかったので、キャンさんにお願いしたんですけど、あ、音の中です。キャンさん、はい、あの、キャンさんのおすすめメニュー、お酒に合うカクテル、はい、あの、おつまみを一つ紹介していただきます。おつまみですね。はい。実はこれ、自分出されてびっくりしたんですけど、うん。チョコレートの燻製。はっ。燻製？燻製です。桜チップで匂い付けしたチョコレートの燻製っていうのを出してくれたお店があって、うんうん、え、これ燻製なんですか、溶けないんですかってやったんですけど、ちょっと冷やしておいて、うん、まあ40秒ぐらいちょっと軽めに燻製にこうやって、うん、あのつけてやると香りがついてすごいウイスキーとかに合うよって出してもらったんですけど、もうよかった。うまそうだな。これ何、普通のチョコレート、何チョコ、まあこの時もう普通に市販されてるあの本当に安いチョコレートに香り付けしてたんですけど、うん、アルフォートとかあんだけなのかな。まあでもやっぱりこの桜チップで燻製してるんで、うん、このピートな香りがするじゃないですか、うん、チョコレートの燻製ありだな。でこれをチョコレートってもともとウイスキーと相性いいじゃないですか、うんうんうん、だからさらに燻製にすることによって、うん、スモーキー感が出る、ね、ウイスキーもスモーキー感あるので、うん、もうマッチするんですよね。あ、いや美味しそうだな。これめっちゃ美味しいです。だからウイスキーをロックとかストレートでいただきながら、うん、このちょっとずつこれを食べていく、うん、っていうのがやっぱりおすすめですっていうことですよ。皆さんシガーバーとかだったらこういうの置いててほしいですね。シガーバーっていうのはタバコか、葉巻とかも相性が良さそうなので、うん、試しみ、いつか試してみたいなっては思うんですけど。いいね、はい、ということであの禁煙して辞める前にいつかやってみたいですわかりました、はい、ということで本日のおすすめメニューはキャンさんからのチョコレートの燻製。ああ、ありですね。はい。ということでした。ありがとうございました。まあ、ブルーミーさんが書いてくれてることをやれば多分できると思います。ちょうど終わった。ということで、一曲いきます。バーボンの話、あ、お酒の話したんで聞いてください。スティングで、ムーンオーバーバーボンストリートです。どうぞ。ぴったりだったな、時間。さすがチョコレートの燻製あれだな。で、あのエミーさんがチョコレートをいぶすのいぶしたあのカカオを使うのっていうことなんですけど、いや、うん、もうチョコレートをいぶします、そのまま。だからブルーミーさんが言うように冷凍庫で冷やして、まあ、40秒ぐらい燻製するってやると多分溶けないので、その間は香り付けですね。要は逆に中は溶けずに表面が少しあの、はい、馴染んで香りがつきやすかったりするのかな、だと思います。は、美味しそうだな。いいね。曲もいいね。この曲知ってる？
初めて聞きました。スティングの。スティングなんですね。うん、かっこいい。オーバンバーボン。ああ、いいですね。いいね。ねえ、マスクっていつ取れるの？来月6月からは一応スタジオ内は大丈夫です。あ、なるほどね。ただギャラリーはやっぱり、ギャラリーももう悲しいですよになるので、うん、その代わりマスクとかそういうちゃんとアルコール消毒とかしてきてください。なので、まあ、基本マスクは持ってくるんですけど、うんうん、ギャラリーはやってもらって、放送の時はもうそこまで。わかりました。でゲストさんも順次今と同じ形で継続するんですけど、うん、県外からのゲストさんはちょっと控えてもらう、うんうんうん、ただ県の指針の方が、うん、もう海外からの、あ、海外じゃない、県外からの渡航者も OK ですよってなれば、うんまあ、それに合わせていくような形になりますので、うんうんうん、まあまあ順次その発表に合わせ て、はい、てそうですね。分かりました。キャンちゃんとスイートてすぎ、うん、自分幼稚園生でおじいって言われた人間ですからね。あ、ほら、沖縄チュールさんが言ってる、君に俺の民衆を入れる、君おろし割り待ってる。あ、でもこれか、俺が見たの、うん、牛乳じゃないんだ、卵の気分にそのまま見れるんだ。じゃこの曲長いんだよ、あと1分40秒その間にコメント拾いますね。コメントちょっと下読みしておこうあ、ゲータレード、違う、ゲータレードじゃない。ゲータレードはドデカミンでもない、はい、スポーツドリンクですよ、うん、ゲータレードってあれですもんね、ベースの中でめっちゃ、そうそうそう、変えますもんね。あれなんだっけ、クイックなんとかじゃなかった、違うか、スポーツクイックか、違うな、あんな感じだったような気がする。検索してるの、あのさ、ロッテのガムで検索したら出てくるよ、昔のコーヒーガムとかイブとか出てくるから、それと一緒にどっかで写真見た覚えがある。俺の民衆に黄身を入れる、卵の黄身入れるやつだな。あ、何だった、何だ、出た、アイスボックス。は、これ何してるの。自分これの話です。さっきアイスボックスなのにしたさ。あ、しました。ガムの話よ、スポーツドリンクの。これのこと、これお酒入れて、そう、その話したさ、さっきシュプリームさんが。あ、そう、あ、そっかお届けしたのはすいません、ラジオを聞きの皆さん、お届けしたのは、スティングで、何だった、ムーンオーバーバーボンストリートでした。キャンさん、はいさっきから思い出して思い出して思い出して、曲中にキャンさんがスポーツリンクのなんか氷のあれがあってって言ったから、何だったって言うから、僕昔スポーツドリンクの味したガムがあったんで、それじゃないかと思って、僕勘違いして、それの話で2人勘違いしたまま話が合ってたんですよ。で、名前が出るか思い出せないってずっと言ってて、そしたらキャンさんが曲中に検索した、検索で見つけたら出てきたのがアイスボックス。疲れてるみたいですね。アイスボックスはさっき、さっき吉田さんがコメントで書いてたでしょって話ですよ。いやー、お疲れまあいろいろ今大変なんで勘弁してください。いやー、面白いな。いや、今日結構頑張ったんですよ、ひふみずば復活させるのありがとうございます。それどころとは別だよもう、本当にもう、いやもう頭の中めちゃくちゃなんですよ今明日のことも考えられる。もう本当にね、皆さん、キャンさんにスポーツドリンクでも栄養剤も送ってあげてください差し入れしてあげて。さっきのひふみず、自分のコーナー忘れてる、あれ、チョコレートの燻製。
今日のおすすめ、今日のおすすめメニュー、おすすめで、おすすめのメニューでキャンさんが紹介したチョコレートの燻製、はい、結構冷やしたまんまだったら40秒ぐらいと燻製になるってことよね。お店の方ではそのままでもいけるって言ってたと思うんですけど、あ本当に、はい、まあ、だったらまあやっぱ安心してたできるのは、まあ、冷やしてからがいいのかなね。でそのさっき言ったアイスボックスのあれはドデカミンとかゲータレードとか来てるんですけど、そうじゃなかったんですよ。燻製調合なんですけど、うん、なんか皆さんで自分のいい加減を見つけていくっていうのも楽しいんじゃないですか。確かにね、燻製ね今そんなに難しくないです。3000円ぐらいでなんかこんな銀のボックスみたいの買えますよね、うん、いやもうあれじゃなくても自分で作れる。なんだっけ、一人分だったら何だっけ、牛乳パックで作ってる人もいたりする。あ、すごいですね。要は密閉すればできるから、まあね、ちゃんとしたのじゃなくてもね、はい、紙だと燃えたりするけど、牛乳パックだったらほら、ろう塗られてるから、はいはいはい、火にも強いし、熱にも強いから、結構いいですよ。いぶすとき溶けそうってね、溶けそうだけど、40秒ぐらいだったら大丈夫そうらしいですよ。どこで食べれるのって聞いてますけど、キャンさん、その。これ、中野町にあったお店なんですけど、自分1回しか行ってないんですよ。記憶にない。お店の名前が出てこない。はい、らしいよ。そらしたさん、沖縄来たときに案内してもらって、キャンさんと一緒に、チョコレート、燻製チョコレートを探す旅。ただでもだから1回しか行ってないので、うん、もう出してるかどうかも怪しいですよね。燻製出してるところにチョコレートをいぶしてもらうチョコレートを命令すると注文してください、はい、エミさんチョコレートをいぶしたカカオチョコレートを作るの、いやチョコレートをいぶすっていう話ですよ、うん、ね、そうです、そう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 。あとサラシャさん、アイコス吸いながらチョコ食べれば同じ味違うっつうの、あれ香ばしいけどな、そういう意味でしょ。違う違う。シプリムさん、最近包丁も使わず電子レンジでチンするお手軽おつまみにハマってます。あ、レシピ送ってください。ヒフミズバーではおすすめ、あなたのおすすめメニューのレシピも募集してますよ。ぜひお願いします。ドキーさん、燻製の煙のそばでチョコを食べてる感じ感じ、いや違うでしょ。違います。口の中が完全に燻製。もうそうです、そうです。もうもう本当にパッて広がる感じ。口の中と下に広がるんで、ね、はい、絶対の。ああ、うまそうなんだよね。でちょっとこう ピート感があるので、うん、だからウイスキーと合わせると、それをスッと流し切れるっていう感じです。ビールでもいいかもしれないですね。ビールはちょっと強すぎない？ウイスキーの方が優しく、なんていうの、はい、緩やかに。そうなんですよ。だからウイスキーがおすすめではあるんですけど、うん、ウイスキー飲めないよって方だったら。ああ、ウイスキー飲めないから飲まんけ。まあ、ビールもありかなと。うん、エミさん食べてみたいとね。そらしのさん全然想像つかない。あ、でも結構ウイスキー、あ、燻製盛り上がるな。燻製、ね、ラジオ沖縄のリスナーさんに、いぶしどころさんっていう方がいて、この人も燻製が趣味だっけ。いろんなの燻製して食べてるみたいな。なんかアイスの燻製とかもやってる人がいるって聞いたことあります。できるのかな。だから要は短時間でやれば香りだけつけてっていう感じ。なるほどね。香り付けだからね。はちみつ一家さん、ウイスキーにいぶりがっこチーズが好き。いぶりがっこって何？俺聞いたことあるけど食べたことない。何ちのか。自分は初めて聞きましたね。はちみつ一家さん、いぶりがっこってなんだっけ？ちょっと分かりやすく説明してください。聞いたことあるけどこっちで俺食べたことないんだよな。ジオンさん、チョコレートの燻製、驚きのメニュー。いつか自宅で燻製にトライしてみたいと思ってるので、その時やってみたいですね。ぜひぜひ。そうそうそう。だからさっき言ったみたいに、機材買うと3000円とか高いかったりするから、だからネットでね、多分、牛乳パックで燻製作る方法、どっかであったはず。皿の上に、ね。はい。割れないように皿の上で、スモーク炊いて、燻製牛乳パックで蓋を押せて中に吊るすか刺すか棒刺してそこに吊るすかなんかしたら、で牛乳のパックだからうちがきれいに洗えば食物あ食べ物が触れたって別に構わないでしょ、はい、いいと思うけどな。もしあれでしたら自分ちょっと試してみるんで、ああヒフミーズバーのオフ会計画してるじゃないですか。10月、10月17日その時に持ってきたりとかしてもいいですね。いいですね。ただ一人一食、
香り付き酒持っていく形にしましょうかね。現地でやるとなんか大変だよ。文句言われそうですね。外は、はい、文句は言われないきっと。大変だよ。やることいっぱいあるよ。そうなんです。10月17日、ひふみずばらのオフ会しまーす。イエーイ。ビーチパーティーやります。で、今やるって言ってるけど、場所もまだ押さえてません。ただ一応トロピーの予定ですけど、はい、まだ場所、期間が10月っていうのがちょっと分かんないですもんね。コロナの影響も出てくると思います。可能性が。もしかしたら、年内、はい、12月とか、冬でもいいかなと思う。沖縄の場合。そうですね。だ風がなぁ。ビーチ空いてるかどうかですよね。あ、何時まで、何時までじゃない、いつまでなの。まあまあまあ、ちょっと日程も調整して。大体10月までは多分抑えきれると思いますよ。ね。うん。とりあえず今10月の予定です。はい。それをしてさ、マスターボーダーマスク、やっぱり似合うボーダー。似合ってる？バッチリです。うん。ありがとうございます。今日の衣装にぴったりですよね。今日の衣装っていつもこれだよ。はい。僕はちょっとこの辺りで次の準備していきたいと思います。次の番組の準備が始まりますよ。さあ、ひふみずばあと10分ちょっとあります。ツイキャスもどんどん喋っていきますよ。アイナさん寝落ちしてたよ。だからね、みんな10時過ぎると眠ってるんですよ。マウンテンデューじゃない、マウンテンデューじゃない、アイスボックスって全然違うよ。ファイブミニじゃない、クイックパンチだ、クイックパンチだ、懐かしい。絶対キャンさん分からん。サニーさん、クイッククインチ、違う、クイックパンチっていうガムがあったよ。皆さん覚えてます？クイックパンチ。懐かしいな。あれ、スポーツドリンクの味だと酸っぱいね。キャンちゃん、やっぱとスイッチのドギーさん。その、燻製の話でしょ。エミーさん、キャンさん、ムームームーと来てますね。もう、さっきのあれだ。アイスボックスのところだ、これね。エミーさん、実は天然だって。キャンさん、いや、キャンちゃんはね、うちの、キャンはね、天然ですよ。結構天然。ドギー、あ、そらしのさんか。キャン様、怒りときた。バチンってね。ブレミさん、俺もアイスボックスって思ってました。だから、それは、さっきツイキャスの方で、シュプリムさんが、シャーベットの話してるときで、アイスボックスにお酒入れるって話してましたやん。みんな。コメントは見て覚えようにしよう。でこんなやって喋ってるとね、見てるから喋るけど、ツイキャス参加して人のコメント見逃してるってのよくあるね、確かに。それはまた責めちゃいけないね。うん、失礼しました。そう、エミさん、燻製チョコの話までは書くべきだ。確かに、マスターもトスイ。そうそう、僕結構の年ですよ。はい、トスイですもん、トスイ。それでさ、燻製チョコレート一発レシピ出た。一発でレシピだからよ、すごいな。難しく考えなくてもね、どこどこの料理のこれつまみ美味しかったって話でもいいんですよ。なんか紹介してくださいよ、皆さん。で、今もうちょっとか解除になってますけど、この緊急事態宣言。それでもまだまだ中、外に出ていくのはまだね、ちょっと心配だったりするので、自宅で、お家でお酒を楽しむ時のおつまみレシピとかにもね、もしよかったら、いいなと思いますよ。みんなでシェアしましょう。シェアタイム。番組違う。たまに聞いてますよ。いぶりがっこ、宇佐美美さん、美味しいですよね。お酒に。だから、いぶりがっこ、秋田名物。いぶりがっこ？秋田名物なんだ。たくあんの燻製。いぶりがっこ？あ、そうなんだ。いぶりがっこ？たくあんの燻製。たくあんを燻製にする。気になるのはね、宇佐美美さん、たくあんなの、たくあんなの。本当はたくあんが正解だよ。どっちでもいいか。エミさん、いぶりがっこは秋田の漬物をいぶしたやつ、食べすぎるとお腹壊すよ。なんで？なんで壊すの？漬物？塩分か。塩分が多いのか。塩漬けなのかな？ちょっと探してみよう。いぶりがっこ聞いたことあるんだよね。ドギーさん。ジンビームはワッタのシークワーサー味でワッタ飲んでる。ああ、これもありだね。味混ざるな。ありだなって言ったけど、味混ざるな。僕飲まんな。いろいろ混ぜるとね、どの味がメインになってるか分からなかったりするって言ったりするんだよね。シプリムさん、タッパーにニラのぶつ切り。これ、待って。メールで送って。あ、待って、音楽止まってる人ね。大丈夫か。
スマホで音楽なんかしてるから今写真が撮れない。これスプリンさんメールでそのままコピーしてそのところでそれだけ送ってぜひお願いします。こっちでどうにかあの分かりやすくように分かりやすいように編集して紹介しますんで。そらしろさん、芋焼酎にちゃんじゃかあんきもが癒し。あー、あんきもいいね。最近食べてないな。昔あのパシフィックホテルじゃなくてオーシャンビューホテルっていう、今ねホテルの名前経営変わって名前が住まいのホテルだったかな、泉崎ロータリーの近く、泉崎交差点か今の近くにあった、地釜屋っていう鍋料理専門店があったんですけど、沖縄のしんべヱ鍋って知ってます皆さん。でっかい鍋です、これぐらいので、これを3つか2つ釜があって、でそこで毎日荷物を煮物を出すお店なんですけど、煮物以外にもいろいろな、高山っていう割烹で修行した新さんっていう大将がやってくれる、作ってくれるんですけど、まあもう何もかもがうまい。そう、そこでね、あっちのあん肝が抜群にうまかった。地釜屋のあん肝は死においしかった。手作りなんですよ、あん肝買ってきてそれを火通してラップでくるんでちゃんと形作ってスライスしてポン酢で食べるの、あー美味しいな、超美味しいの。それからエブリ学校はタクワの癖ですね、クリームチーズ乗せるといいつまみになると聞きました。あ、燻製にクリームチーズいいかもね。いいかも。10月17日土曜日、メモ初めてかさんね、そうビーチパーティーやりますよ、ひふみずば。ぜひ皆さん10月17日予定空けててください。クイックパンチとゲータレードはライバル、ポカリやアクエリは後発ですね。しかし夏い、そうなんだよ。ゲータレード、そうクイックパンチってクイックパンチ？クイッククエンチか。クイッククエンチだっけ？クイックパンチじゃなくてクイッククエンチだっけ？懐かしいよな。ガムもあったんだよ、そのクイックパンチのクイッククエンチか。あとで探そう。アグベルトなんかさ、ダメだ、もう眠い、寝てきていい、ダメ、寝たらダメ、あと10分、あと5分頑張って、寝ないで、コメントしないで、見とけ。どんなや。アグベルトさん、久しぶりだね。毎週見てるのかな、ありがとう。そらすらさん、居酒屋メニューのおつまみのレシピいっぱいメニュー送れるわ。ああ、もうぜひ送ってください。沖縄にはない美味しい居酒屋メニュー、内地の。よろしくお願いします。私もさっきから寝落ちしまくれてうとうとしながら見てるかな。エイブリ学校は何時間でも、眠れる。これ眠れるってどういう意味？なんていうんだろう、出汁が出るって感じかな。エミさん、しかしラッシーとかみりんだって懐かしいねって。ラッシーもあったな。あ、噛んだ。俺が噛んだんだね。いっぱい噛んでるよ。あん肝食べたいな。あやなさん、あん肝食べたいね。沖縄にもあん肝美味しい。クイックパンチは先生だった。あ、そうなの？ゲータレードはガムはそばみたいなやつだした。あ、そうだっけ？みりんが安くて好きだった。みりんだって蜂蜜くさん、ナイツもあった。いやー、懐かしい話が出てきたな。たまにはツイキャスで懐かしい話もいいですね。ゲータレードは昔よく飲んでいましたね。沖縄ではゲータレードはこの沖縄市で結構メインで外人さんが結構なんていうのベースから持ち出したのでっかいんですよ、ハーフカローとかね、いっぱいありましたよ。シプリンさん、ネブルはシャブルみたいな感じです。もう沖縄で言う何なんです、シャブルってね、何なんて言うんですよ沖縄では。そうね、お酒香ばしいので飲みたいな。山芋ステーキ、ああ分かる、これ食べたことあります。シラフのシーフードミックス使って簡単だし、山芋ステーキスライスしてから焼くやつでしょ、醤油で、あれうまいよな、サクサクほっこり、ちょっと1センチないぐらいの厚さで切って焼くのが美味しい。違うの？何が違う？そう、違うんだったら今度レシピとできれば写真も、あ、山芋ステーキちょっと検索してみる、すりおろす、あ、
山芋をすりおろす、シラフードシーフードミックス使って食べる。どんな味だ、どんな味だ、今度教えてください、ぜひ。え、あとひふみずもあと2分で番組も終わりますけども、さあ、今日はこんな感じでひふみずもお届けしましたけど、皆さんどうでした。コメントの方まで来てますよ。アイスの実つながりで甲子園で売ってるカクテルはグレープやらピーチやらのクラッシュアイスに入りきプレーンを注いで提供されているよ。結構いけるよ。あ、いいね、美味しそうだな、楽しかったよ、ありがとうございます。ということで、ひふみずば、約2時間近く追客の皆さんとこうやっておしゃべりしましたけど、たまにはテーマなしでこうやって感じでやります。で、あと先ほども言いましたけども、ゲストさん順次準備ができたら皆さんと調整していろんな方お呼びしてお届けしたいなと思ってます。歯医者の先生、陸上をやってる方、あとは脚本家の方、ミュージシャン、ライブとか演劇とかができるようになったらまた告知でね、そういう話もできたらいいなと思います。アゴベルトさん、おやすみなさい、ありがとう。一発ユミさん、ありがとうございます、お疲れ様でした。あやねさん、今更目が覚めてきた、大体わかる、そんなのってあるよね。ということで、ひふみずば、今宵も、約2時間、楽しい放送ができました。本日の営業もこれまで、そろそろ閉店の時間です。来週もまた皆さん、夜木曜夜9時にオープンしますので、ぜひ皆さんお越しください。本日ご来店誠にありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ツイキャスの皆さん、どうもありがとうございました。お疲れ様で、あっという間でした、楽しかった、僕も楽しかったです、ありがとうございます。毎回毎回本当に皆さんコメントいっぱいありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました、失礼します。よいしょ。ナルトロさん、ムサシさん、スプリームさん、ジオンさん、アヤナルさん、ブルーミンさん、エミンさん、沖縄リワンチュールさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。忘れ物はないですね。そこまで。はい、ですか。あ、水は？はい。これ置いておきます。あ、はい。オンライブじゃないですか。あ、始まってる。また繋がってた？すいません。お願いします。